縄チャンネルのマケミン、沖縄チャンネルのナミヤミ、沖縄チャンネルの救世主、沖縄チャンネルのヒトヘビ、丁寧によろしくお願いします。お願いします。ラブちゃんが言ったからだよ。だから読み入ったらね。そうなんですね。はい、ということで本日は、はい、沖縄のファストフードチキン食べ比べ。やっしゃー。簡単に言えば沖縄のファストフードチキン食べ比べです。全然変わってない。文字数そんな変わってない。一緒ですけれども、嬉しい。マジで嬉しい。本当にそうですよね。そう、あのチキンなのでね、はい、ラムちゃんも参加ということで、はいはい、鶏肉大好きですから、はい、ありがとうございます。はい。いい笑顔で、まあ、結構ね、あのファストフード A&W さんとジェフさんを紹介するときに、はい、メニューにこっちか、ジェフはチキンが入ってたりして、はい、沖縄のファストフードといえばの A&W とジェフさんと、もうこちらは全国区ですけれども、沖縄のケンタッキーが全国のこのケンタッキーの中で売り上げが一番ですよ。絶対言ってくらい。多分そうだと思う。そうそうそう、みんなチキン上空ですからね。で、入学祝い、出産祝いとか全部お祝い事に、全部出産祝いにチキン食べれるかな、まあ、クリスマスとかがもうすごいですから。でもだってケンタッキーであれでしょ、はい、おかずにご飯食べる。そうです、そうです、はい、もうあれはさすがに嘘だろうと思って沖縄に来たら本当だったっていう。そうです。そうなんです。米にこうつけてから食べる、食べたり、なんか一緒に炊くの今流行ってる、そうそう、炊飯器ごとも面白い、なのでちょっとこの3種類をね、はいはい、食べ比べしていこうということで、うん、いや絶対美味しいでしょう。絶対美味しいです。もうチキンって聞いたすもう全部美味しいと思ってるんで私は、はい、ラムちゃん、今の今、うん、ね、この企画って聞いたんです。この箱の中身が何だか分かってなくて、ラムちゃんチキン食べ比べだから全部チキンだよって言った瞬間に、マジっすか、いい企画ですね。本当に撮影する30秒前ぐらいの企画か。おにぎり入っててもバレない。ただただ食べてるから、はい、ということで部位もちょっとね違ったりするんだよね。そこの色違うね、もう色が違う、違う、いや色違うね。ティッシュでした。おお、なんか違いますね。あ、全然色違うね。全然、はい、違います。じゃあどれからいきますか。どうしようか。じゃあまにこっちからいくか。そうしますか、はい、はいバランスがはい、もしかしたら最後に危機とかをやるかもしれないので、はい、あ、じゃあ、あのちょっと完食はしないでね。なるほど、残しておいてください、はい、やりました、はい、ご一緒にこっちサビラ。ラムちゃんが言ってる。うまっ。うまいな。肉がしっかりしてる。うん。美味しいこれ。めっちゃ美味しい。あ、お肉デージしっかりですね。はい。前歯の破片が。心配。私もごめん出た。うん。結構白、あ、黒胡椒がしっかりしてるというか、うん、ちょっとピリ辛。うん、ですね。チキンですね。そうです。間違いなくチキンですね。チキンですこれは。皮がちょっと薄くないですか。多分部位によってマイコのやつめっちゃ皮付きのやつだと思う。ああ、食いたくないのな。うん、全部食べないよ。全部食べないよ。ストップで。はい。うん、これがドラム。ドラム。で、サイかな。これはマイですね。マイかな。マイもあるの？マイはどこ？私？マイバー、こっちは。マイバー、マイバー。その前マイコだ。マイコでマイバー、はい。マイコでマイバー。はい、じゃあ、ジェフさんの。もう色が全然違う。違いますね、これ。いただきます。いいですか？いいですか？いただきます。せーの。全然違う。あー、全然。うん？うん。あー、うまっ。シンプル。柔らかい。柔らかっ。手羽先みたい。手羽先もチキンか。難しかったな、今の。手羽先みたいに。一緒です。エンダーさんのはなんかこの皮っていうかがめっちゃ味濃い感じだけど、うんうん、あれだね、ジェフのは結構お肉に味がついてるというか、確かに、うまいんだけど全部食べちゃいそうで、本当に危ないので今まで相当美味しいよ。ブレーキかけてます。めっちゃ美味しいですね、うん、あ、全然違うね。夢の企画。流してもらおうか。これ売れるな。本当にこちらですね、はい、ラムちゃんここどこでしたっけ。こちらは KFC です。海外
ですか。世界で、はい、KFC です。北中婦人会って。アリントリーです。すごいじゃん、北中婦人会。なんかそこから思われてるんだ。すごい、本当に。会が C なんだね。本当に。いただきましょうか。いやー、美味しそう。色的には全然エンダーさんのと超似てる。ね、ですよね。似てますね、なんか。うん、いただきます。うん、あ、なんでも違うね。全然違います。全部違う。あ、なんでこんなに違うの、うんうん、ケンタッキーらしくも味が、うん、ってついてますね。そうなの。え、いけそうこれ。これいけるっすよ、絶対。確実絶対、うん、絶対俺絶対行く。じゃあ自信満々な純正したな。ちょっと多分今日4人全員やるのは確かにもう時間的にも、はいはい、当たった時点で終わりにしましょう、うんうん、はい、あー OK です、うん、はいはい、大丈夫、はい、じゃあまず1番目、はい、はい、それでは行きたいと思います。はい、元気、 MC 元気。それでは、はい、あー、見てください。はい、いやいや、こっちに、ね、まさか、まさか、はい、それでは口に入れますよ。あー、はい、ガコ、骨あるからさ、ラブちゃん。あ、骨もありますね。骨もあるよ、気をつけてよ。ガコ、びっくりした。はいはい、もうはい、それでは、あー、捨ててください、はいはい、あー、でっかい、ボロ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 わかりました、大体。でも皮、やっぱり皮が特徴ですか。そうだね、うん、今、次のところだけど、皮がなかった、じゃあ、うん、まあまあいいや、いいの、いい、じゃあ、皮が入れようか。そう、入れよう。はいはい、はいはい、あー、してください。2番目一緒です、2番目一緒です、2番目一緒、一緒のやつ。ジャム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 食べる、うん、まあ、はいはい、結構食べる、はいはい、食べる、顔食べる、バランスがあったりなんかいいですよ、このコンビ愛、うん、ねえ、うん、よかった、今日ラブちゃん行ってよかった、あの幸せに見てて、うちらはこれ、はい、口の中にこれはできないですね。何がいつも気をつけてください、投げますって、あーしてからポンって両方難しい。3問目いきたいと思います。はい、大丈夫かな、そのままで。ちょっとあの、選んで食べてくださいね。選ぶ。あー、吸ってください。はい。お、いい感じのとこ行ったんじゃん。いい感じですね。はい。じゃあまず、うん、1番目、はい、どこでしょうか。ジェフ。2番目、どこでしょうか。が、エンダーさん。3番目、どこでしょうか。北中婦人会。ないですね。その時点で負け確定。はい、じゃあ目隠しを取ってください。ビニョン、いや、こっちじゃない、こっち、イチャチャチチー、正解、すごい、すごいですね。やっぱ全然違う、全然違う。こっちはやっぱり肉がとにかく柔らかい、柔らかくて、なんていうの、食べやすい、でこっちはちょっと少しあの固めなんだけど、うん、まあ、肉をね、食べ応えがある、ね、うん、もうほんと中間みたいな感じだな、これ。あー、なるほど。あ、じゃあ、いい順番にしちゃったんだ。いい順番にしちゃったんだ。でも何回やっても結構、あ、何回やっても多分、こっちはもう胡椒、ペッパーがかなりあって、 あとちょっと油、うん、油の量も、はい、であとよく食べ慣れてるっていうか、だからなんか本当に何かある時にケンタッキー行こうとかとか、なぜか、はい、ちっちゃい時から食べてる味やから、うん、っていうことは、じゃあ同じうちなんちゅうの、うん、いけると思います。いける、はい、うん、ちょっと一発だったんで、はい、はい、チキラーでしょ、じゃあチキラーでチキラーいきます。マイコに秋山ガンしよう、はい、お願いします。じゃあ純正書のこれ並べたい、あ、ごめん、純正書、あの、いつも借りていいですか。なるほど、俺があるのかな。燃えます。あ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、そんなパタパタしなくて大丈夫ですよ。ニュースの結果燃えます。燃えます。純正書並べ替えてください。はい、じゃあいいですか。はい、並べ替えます。いきますよ。これだな、絶対これだな。咳は嫌だ。警報じゃないの、警報なんです。これにしましょう。これにしましょう。はい、行きますよ。ごめんね、あの、そのままほぐしてないまま、はい、口に入れるから。はい。
ちょっと骨あるかも。自分で頑張って。骨ですね。骨は自分で頑張って。ティッシュもらってもいいですか。一回鼻かんでみていいですか。困るんですよ。鼻炎なので。はい、さあ2番目じゃあいきますね。本当ですよね、それは。あごめんごめん、うん、ごめんごめん、下手くそでした。まあ、鼻毛抜けるね。でも抜ける大事かもしれんけど抜き方でしょ。独特すぎると、うん、なんとなく分かる。食べ方。うん、はい、いきます。あー、あーがちちん。子供に食べさせてみたいな感じだな。じゃあ、お願いだよ、本当に。1番目はどこでしょうか。ケタキ。2番目はどこでしょうか。ジェフ。3番目はどこでしょうか。それでは。お願い。開けたくない。マイコ、目隠しを外してください。せーの。見えてますよね。全然見てない。美容。俺やった瞬間マイコずっと準備してたから俺何やったのかな。美容、美容がある。美容だけ。おお。目開いてみました。ということで正解。やばー、全然違う。あ、やばい、でもすごい、ね、違うんだ。緊張した、すごい。もうケンタッキーはすごい分かりました。で、そうですね、ジェフは、あ、でもジェフ食べた後にもうエンダー行ったらこっちが結構、まあ、濃いので、あ、さっぱり、あ、もうすぐ分かりました、ね。はい、あ、おかしくそう。ということで、もうじゃあ目隠ししても分かるくらい味の違いははっきりしてると、ね、あ、すごい。でもすごい、いや、全部美味しい、美味しいですね、本当に。でも好みで全然分かれるよね。違いますね、本当に。あんまりそれこそジェフって私チキンのイメージなかったけど、はい、あ、私もです、ね、うん、私もなかったです、ね。美味しいです、ね、美味しい、美味しい。ちょっと食べましょうか。はい、うん、そうですね。これまで何食べてきた、チキンと何やってた企画で。最初はチースコーもやって、最近はもう豆腐でしょ、豆腐ね、チキン、うん、あの紫芋タルト、紅芋タルト、あ、紫芋難しい、うん、ケンタッキーとかも本当にあれよ、もうイベントごとの、うん、もうなんか、どうしたの今日ケンタッキーになって買ってきてみたいな、そうそうそう。ラムさんなんかにそういうのあるの。あ、本当に幸せ。チキンある？ありました、もちろん、はい、もう全部チキンですよ。チキンとネパールだったらヤギ。あ、うん、はい、うん、ケンタッキーもある。ケンタッキーもありますね。あ、うん、カトマンズミしかないんですけど、でも同じ味的な、もう行ったことないんで、ネパールの。ある人の言い方ですよね。多分あの食べた人は一緒だと言ってますね。食べた人は一緒だ。食べた人はすごい情報、そんな会話になるんだ。一箇所しかないんですよ。うん、ちょっと遠い。ネパール、はい、いや、カトマンズにしかなくて、ちょっと遠い。ちょっと遠いって言えば、自分のお家からは遠いんですよ、もちろん。外なので。どうや、ダンクからカトマンズちょっと。そうですね、バスで16時間。なんかすごい分かってるみたいな。通じ合ってるから、場所が。カトマンズ結構栄えとるな。はい、そうですね。俺行ったときびっくりしたの。え、行ったんだ。生配信ぐらいの許さないと大丈夫かな。シーミーの時とかもあれでしょ、なんかフライドチキン持ってるっていうの、うん、ね、うん、お墓の前でケンタッキー食べてるでしょ。ケンタッキー食べてる。だって先祖が食べたいっていうの。あれなんだ、あの仏壇に備えてあるんだ。ケンタッキーの CM でケンタッキーにしないって言うじゃないですか、うん、そしてお母さんがいつも CM 見て、うん、ケンタッキーにしないってスルーって言ってます。かわいい。スルースルーって言ってます。じゃあケンタッキー行くって言って、ね、なるの、ね、マイコがじゃあケンタッキー行こうって言うんだ。じゃあ行くかって。連れてってあげるんだ。そうなんです。ラムちゃん一番好きなチキン。一番好きなのはヤギですね。沖縄のヤギは、沖縄のヤギも、まあ、好きですね。うん、味はちょっと違います。味は違うんですよ。辛いとか、まあ、辛いです。
一応あのネパールのヤギだとスパイスとか入れて作るんですけども、ここだと薄く感じますね。ヤギ汁とかヤギ、ちょっと薄いんだな、ちょっと薄いぐらいですけども、ここも美味しいですよ。この前いたベーベーさん、ベーベーベーさんね、美味しかったですね。一つ少なかったですね。はい、美味しかった。あれ美味しかった、デージ美味しかったですよ。デージ美味しかった。はい。ということで、はい、3種類。食べ比べました。はい、もっと早いね。すごい。あ、もうコケッコ。2匹になった。まあね、これに本当にスーパーのとか、はい、まあ言ったらコンビニさんとか、はい、もう集めようと思えば本当にあるんですよ、ね、無限にあります。言ったらね、まあ、今度やろうって言ってるけど、スーパーも多分全部違うから、はい、まあ、いろんな、ね、メニューとか種類がありますけれども、はい、楽しんでもらえたらなと。思います。はい、美味しい。よかったね、ラムちゃんね。はい。見とっちゃ。見とっちゃ。じゃあ、今度、ね、またチキンの時に来てね。なんでもチキンの時だけ呼ぼうとしてるんですか。でも嬉しいでしょ。まあ、嬉しいです。美味しかったです。見とっちゃ。はい、はい、とはしてこの動画がゆたさんたち村へチャンネル登録アンサーに高評価ボタンいたさるぐとうみげーさぶら、せーの、沖縄チャンネルしたいはー。